皆様こんばんは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。オリックスさんの試合のない心穏やかな木曜日です。明日も試合がないんで心穏やかな金曜日です。そして土曜日曜ということになるんだけどもね、次はファイターズ戦です。昨日はね、岩手盛岡でのゲームが雨のため中止になって、残念ではありましたけどもね、京ちゃんの凱旋登板も流れてしまいました。その斉藤京介投手は今日登録を抹消されておりまして、また次の機会ということになりますけれどもね、オールスターの、ね、発表がありまして、ファン投票ではもうほぼほぼファイターズ勢が席巻をしましたね、独占しましたね。で今日は、選手間投票の選手が発表されていましたけども、オリックスさんからは、誰も選ばれておりません。だからファン投票も選手間投票もないという、それが今年の成績に本当大きく影響してますわね。この結果が今年の成績の、状況を物語ってはいるわけで、あとは監督推薦ということになってきて、今年はエスコンと神宮ですよね。ねえ。そんな感じでございますが、さて、野球がない、木曜日でございますけれどもね、今日はファームの方はね、この3連戦清水のチュールスタジアムで早手に3連敗しました。いやいや、ちょっとこれはね、相手同行よりもやっぱり負け方があんまり良くないでしょう。全部逆転負けっていうか、競ったゲームで、落としてるんだよね。で終盤、今日は違いましたけど、昨日、おとといはサヨナラ負けでしょ。ねえ、ちょっと問題ありだね、本当にね。頑張ってほしいね、でもね、ファンもね。さて、昨日ね、心穏やかな、木曜日、残念だったねっていう話があったんだけれどもね、野球が中止で。で、皆様から僕のこの、カズチューブに対してのコメントをね、いくつか紹介、いただいてるんで紹介していこうかと思いますが、ミヤゴンゴンさん、高卒ルーキーの横山誠也選手がファームで第1号ホームランを打ちました。昨日ね、ライトへ綺麗に振り抜いたホームランだったね。僕も映像で見ましたけれども、ナイスバッティング。ただ今日は、2アウトランナー3塁から横山選手の悪送球で1点を失って同点に追いつかれて、その後、佐藤カズマ投手が崩れていって4失点で、敗戦投手になっております。自責ゼロの4失点。いやー、そういうところから2アウトのからの1つのエラーで失点して、そこからまださらに3点取られて合計4失点。野球って怖いね。そういったことも勉強なんだろうけどね。横山選手、昨日はナイスバッティングでした。今日はエラー、大いに反省という感じになるんじゃないでしょうか。さて、これはねぐされさん、弘前、盛岡と現地参加してきました。ありがとうございました。盛岡は残念でしたけども、天候はしゃあないっすね。とりあえず球場で飯だけたらふく食ってきました。いいじゃない、球場ご飯ね。これからは梅雨ですし、台風も来ますので、こういうことも多くなっていくかもということ。そうかもしれませんね。ありがとうございました。で、僕もね、盛岡は何度も行ったことがあって、野球でも行ったことがあるし、昔は盛岡でね、90年代オリックスは主催ゲームやっていた。地元の岩手放送、岩手テレビさんが主催してくださって、オリックス呼ばれて行ったのよね。96年はニールのサヨナラホームランで、ガンちゃん岩本君と星野信之さん、ノブちゃんの、投げ合いに終止符を打って、頑張ろう盛岡みたいなことを言って、ニールが喝采を浴びていたゲームあったんだけど、何年か行きましたね、岩手は盛岡。あの時は、今回は新しい球場でしょ、盛岡の。当時は県営盛岡球場だったかな。そんな感じの球場でね。で、盛岡はね、盛岡冷麺が美味しかったでしょ。で、盛岡は前沢牛のお店があってね、奥州市かなんかのブランド牛だよね。前沢牛の焼肉屋さんが宿舎の近くにあってさ、そこに DJ 木村君と、ご飯食べに行って、美味しいねっつって、言ってましたね。遠征に行って、盛岡に何泊かするうちの、2回ぐらい焼肉屋さんに行ってましたね。懐かしいな、そういう若い時代があったね。はい、ありがとうございます、盛岡ね。
ゆずさんは遠征が雨で中止だと本当にショックですよね。もう特に地元の方とか、それを楽しみにね、地方まで遠征に行かれるファンの方も本当にショックだよね。申し訳ないなと思います。来月の、長崎台風とか来ませんようにな。長崎もね、そっか、暑い時に長崎ね、中止にならなければいいですね。はい、ありがとうございました。それから、コボウズ JP さん、盛岡は今日も雨だった。長崎は今日も雨だったの替え歌ね。それを盛岡に変えてくれていますが、きょうちゃん残念でした。大前さん来週松竹東急楽しみにしています。お疲れ様です。ってこと、ありがとうございます。楽しみにしておいてください。もう発表されてるのかな。解説は最初の2日間が小川さん、あとの2日間がノブさん、星野さんね。まあ、いつものコンビですわ。それから、進藤義信さんは、週末のこっちの先発は読みにくいですね。まあどうかな、エスピノーザともいけるしね、カスティーヨもいけるでしょ、ね、あちらさんは宮城君もいけるじゃん。あちらさんはサッチー君と伊藤さんでしょうか。サッチーは今登録抹消されましたから、先週土曜日。このシリーズには投げることはできませんね。加藤貴之も抹消されましたよね。だから伊藤君と誰かでしょうね。だとすると、なかなか手強いですが、今より元気な選手たちに頑張ってもらうしかありませんね、ということ。そうだね。良い七夕ウィークエンドになりますように、願い事は打ってください。ああ、そうね、そんな感じになりますね。ありがとうございます。というわけで、野球、オリックスさんの試合のない心穏やかな、木曜日で、心穏やかではあるけど、よその球場やってるんで、なんか物足りない感じもするよね。そういう緊張感がない夜という感じがするわけでありますけれどもね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。というわけで、明日は関西に帰りますんで、金曜日でしょ、土曜の先発も分かってますから、まあ、その辺についてお話しできればなと思っております。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。カズチューブでした。心穏やかにお過ごしくださいませ。ね。